黄黍は、伝説上の周王朝の姫姓の祖先。中国の農業の神として信仰されている。姓は姫、意味名は黄、号は黍。父の父。また、彼は、もともと、本という名であったが、農業を真似する者が多くなってきたため、帝舜が農業を司る者という意味の黄黍という名を与えたとされている。彼の一族は引き続き夏王朝に仕えたが、徐々に夏が衰退してくると、おそらくは、郷土の祖先である、騎馬民族から逃れ、暮らしていたという。史記、周本紀によれば、帝の元妃であった姜が、野に出て、巨人の足跡を踏んで妊娠し、1年して子を産んだ。姜はその赤子を道に捨てたが牛馬が踏もうとせず、林に捨てようとしたが、たまたま山林に人手が多かったため捨てられず、氷の上に捨てたがアスカが赤子を温めたので、不思議に思って子を育てることにした。季と名付けられた。季は、捨てると同じ意味の字である。山海業太閤成経によると、帝舜の子とされる。季は成長すると、農耕を好み、麻や紫を植えて喜んだ。帝の舜に仕え、農師を務めた。また黄黍の官を務め、に封ぜられて、黄黍と号した。死後、この父が後を継いだ。ありがとうございます。